邪魔だよ。逃げられた。でも、クンクン、この匂い、今のでかなり弱ってると思う。それに、他の害虫たちも、クンクン、不安に思っているみたい。このまま追い込もう。薫ね、みんな士気が上がってる。この戦い勝てるよ。待って団長。ちょっと様子が変。逃げた害虫たちは確かに不安な匂いだったけど、それだけじゃない。不安の種類が普通の不安と違った。グッグッ、この匂いは緊張してる匂い。大道芸人が道端で芸を披露する前の匂いに似てる。ちょっと調べた方がいい。ベルダン、クルック、クルッポ、ポッポ。ベルダンに偵察に行かせた。すぐ戻ってくると思う。クルック、クル、クルル。団長、思った通りだよ。さっき逃げた連中はこの先の谷に逃げ込んだみたい。でも別の群れが谷の上にも待機してる。数はそんなに多くないみたいだけど、このまま追いかけるとそっちから攻撃を受けることになりそう。うん、団長、それは違うよ。そこまで分かったなら、それを利用するのが正解。私がこのまままっすぐ突っ切って、谷底の群れを追う。そうすれば、谷の上にいる連中は、私の方に意識が向くはず。団長は、他の子たちと一緒に、その裏をついて。うん、危険だよ。そんなの当たり前。どんな戦いでも危ないのは普通のこと。でも無茶ではないよ。ちゃんと賞賛もあるし、安らぎを得るためには仕方ないよ。団長、ほんほん、香るね。この匂い、本気で心配してくれてる。気持ちは嬉しいけど、今は勝つことだけ考えて。それじゃあ、またね。団長、入るよ。団長、質問だよ。お休みを一日だけもらいたいのだけど、どうしたらいいの？実はね、ベルダンがいなくなっちゃったの。うん、
私、ベルダンで実家と手紙のやり取りをしているの。ベルダンは早くて2日、遅くとも3日で実家に着く。同じ時間でこっちにも帰ってくる。ここと実家なら10日も待たずに往復できるはず。なのに全然帰ってこない。もう10日以上経つのに。伝書バトの中には家を忘れてしまう子もいる。私もそのことは知ってるよ。けどベルダンは違う。ベルダンは私が小さい頃から一緒なの。今までこんなことなかった。だからきっと何かあったんだと思う。こんなの絶対に変。見つける。探す当てはあるの。一日もらえれば手がかりはつかめるはず。団長も。ありがとう。それじゃあ行こう。クルク、クル、クルポ。ごめん、それは違う子の話みたい。でも協力ありがとう。クルク、次の子お願い。何か知ってる？クルク、クルポ、ポッポ。クルク。団長、この子がベルダンの居場所を知ってた。ここから少し離れた森で見かけたって、怪我をしていたらしい。行こう、クルク。匂いがする。近いよ。あ、まずいよ団長。ベルダの匂いに血の匂いが混じってる。これだけ濃いとかなりの重症だと思う。急ごう、すぐに見つけないと。ありがとう、団長。私、もう平気だよ。いつも通りに戦う。でやー！ベルダン、もう大丈夫だよ。
団長、大変だよ。ベルダンがこんな真っ赤に。どうすればいいの団長、ベルダンを助けて。団長、入るよ。何日もフラワーナイトの仕事を休んでごめんね。今日はそのお詫びと、この間のお礼を言いに来たよ。ベルダンを探すのを手伝ってくれてありがとう。それに害虫から助けてくれたことも感謝してる。団長がいなかったら、きっと私はやられていた。ありがとう、団長。ねえ、そこの窓開けてもらってもいい？ベルダン！クルック、見て、団長。ベルダン、もうすっかり元気。つきっきりで看病させてくれて。ありがとう。改めてお礼を言うよ、団長。団長のおかげで、またベルダンと一緒に戦える。はい、ベルダンもお礼を言う。今のはね、ハト語でありがとうって言ったの。団長、また私とベルダンで。頑張るよ。これからもまたよろしくね。こういうのちょっと照れる。